新党改革は、かつて存在した、日本の政党。略称は改革、NRP。一時表記の際は、改めと表記される。2010年4月23日までの党名は、改革クラブ。2008年8月に、民主党執行部の党運営に反発する、渡辺秀夫らと自民党への復帰を望む荒井、広行らにより、改革クラブとして結成される。 決闘の翌月から、政党女性法上の要件を満たす政党であったが、2009年8月30日投開票の第45回衆議院議員総選挙後の一時期、国会議員が定数を満たさず、政治団体に転落していたことがあった。なお、1998年から2000年まで国会に議席を有していた改革クラブとは構成メンバー、政策などいずれの面からも、 無関係である。2010年4月23日、自民党を離党した、舛添洋一を新代表として政党名を、新党改革に変更し、自民党との統一会派、自由民主党、改革クラブを解消。舛添以外に、第22回参議院議員通常選挙で、自民党の公認を得られなかった、矢野哲郎、小池正克が入党したが、 改革クラブ決闘時のメンバーであった、大江康博と唯一の衆議院議員であった、中村吉郎との2名が舛添への反発から離党した。大江は、その後幸福実現党を経て、自民党に入党。中村は引き続き自民党との統一会派で活動した。2010年の第22回参議院議員通常。 選挙において比例区での得票率が2.0%を超えたため、2016年まで、政党女性法上の政党要件を満たしていた。2016年の第24回参議院議員、通常選挙において、東京都選挙区に公認候補1名を擁立し、また比例区で9名が立候補したものの、代表の荒井博之も含め全員が落選し、 国会での議席を失うこととなった。比例区での得票率も2.0%を下回ったため、新党改革は、新井の人気満了を待たず2016年7月10日付で、政党要件を失った。25日、解散式を行った。民主党参議院議員の渡辺は、自由党に所属し、小沢一郎の側近として、民予合併を積極的に進めたが、 2004年の第20回参院選に出馬した際、小沢の支援を得ることができず、渡辺雄しと仰ぐ大江康弘と共に小沢と距離を置くようになった。郵政民営化をめぐり自民党を離党し新党日本結成に参画した新井は、党代表である田中康夫の党運営に反発して離党。 自民党と統一会派を結成したが与党が参院において少数派であったことから影響力を発揮することができなかった。そのような状況で民主党離党を決意した渡辺、大江は、新井と同じく参院で孤立していた無所属の松下新平と新党結成を画策した。当初はこの4人に加えて民主党の姫井由美子も参加する予定であったが、 前日の8月28日に、新党立ち上げが明るみに出ると、悲鳴は、民主党執行部の説得を受けて、本意、記者会見直前で参加を取りやめた。また渡辺が強い影響力を持っていた新潟県でも、菊田真貴子ら民主党国会議員の追随はなく、逆に、渡辺の影響力低下を示す結果となった。そのため、発足当初は、 政党交付金の受給資格である国会議員数が5人以上をクリアできず、政党女性法上の政党に該当しない政治団体として扱われていたが、9月24日に衆議院議員で無所属の西村慎吾が加わったことにより政党女性法上の政党要件を満たし、同日付で政党としての届けを総務省に提出し受理された。 決闘2日後の9月1日に、福田康夫内閣総理大臣が辞意を表明し、直自民党総裁の選出と衆議院、解散総選挙の日程が政治の焦点となった。さらに9月半ばから世界的な金融危機が勃発したため、改革クラブへの社会的関心は急速に薄れることとなった。 2008年9月24日に召集された第170臨時国会の冒頭に行われた内閣総理大臣指名選挙では参議院において改革クラブの4人は1回目決選投票の双方とも自民党総裁麻生太郎に投票した一方衆議院で唯一の所属議員である西村慎吾は麻生でなく平沼武雄に投票した12月16日 首相官邸の麻生太郎内閣総理大臣に5項目の要望書を提出した。第170回国会にて12月24日にクラスター爆弾禁止条約の批准を国会承認しないことに関する請願を翌2009年2月25日にパチンコ店における出玉の監禁行為を取り締まり完全に違法化することに関する請願憲法第9条。 第2項のみを改正し、自衛権及び自衛隊の存在を明記することに関する請願を衆議院に提出。また7月には第171回国会に政府広報テレビの解説を求めることに関する請願を衆議院に提出した。第45回衆議院議員総選挙には自公政権の与党として参加しており、麻生内閣の継続を明確に訴えた。 選挙では西村のみが大阪府第17区から比例近畿ブロックとの重複で立候補したが落選した。西村の落選で現職国会議員が結成メンバー4人に戻り、再び政党要件を喪失した。9月11日、参議院で自民党と統一会派、自由民主党、改革クラブを結成した。第172特別国会では自民党が 主犯指名選挙で、麻生総裁の辞任で空席となっていた、総裁の代役として、若林正人氏、自民党両院議員総会長に投票した際に、改革クラブも自民党に同調し、若林氏に投票した。10月16日、無所属で政治活動を続けていた中村吉郎が入党し、政党要件を回復。10月19日には、衆議院でも、 自民党と統一院内会派を組むことで合意した。12月25日、松下新平が第22回参議院議員通常選挙で自民党公認で出馬する意向を示した。松下が離党すると、政党助成金をもらえる、政党要件を満たさなくなるところであったが、参議院議員。 山内俊夫が2010年1月5日に自民党を離党、1月8日に改革クラブに入党したため、政党要件を維持した。その後、松下は1月14日に離党、翌15日に自民党に入党しており、松下と山内は両党間でトレードのような形で移籍したことになる。なお、改革クラブのホームページでは、今回の出来事が、 全く記載されていない。2010年4月23日、自由民主党を離党した、マスゾエ一らが改革クラブに合流し、名称変更した。新たな政党結成ではなく透明変更であるため、改革クラブへの政党助成金の交付はこれまで通り、受けることができる。なお、マスゾエは、自由民主党の参議院比例代表選出議員で、あるが、 2007年の当選時には改革クラブは政党として存在していなかったため公職選挙法の定める遺跡の制限には抵職しない。マスゾエを党首とする動きに反発し、4月22日に中村喜シ郎が離党。翌23日に大江安博も誘われたが、政党交付金目当てで大義名分がないと批判して離党。 改革クラブの浸透以降により、衆参の統一会派、自由民主党、改革クラブが消滅。中村は引き続き衆議院で自由民主党との統一会派、自由民主党、無所属の会に参加し、活動した。4月23日、マス添代表が都内で、浸透改革の結成会見を行った。なお、新党改革の旗上げに際して、代表の増添は、 略称を、マスゾエ新党とする方針を表明していたが、公職選挙法86条の7第一項公団は、届け出る政党の名称や略称に代表者の氏名を、類推させる、表現の使用を禁じており、中央選挙管理委員会が認める見込みがないことが、判明したことから、この略称使用は幻に終わった。6月の鳩山幸男内閣総辞職に伴う、 主犯指名選挙では、マス添代表を全員支持7月11日に行われた第22回参議院議員通常選挙において、平屋区での得票率が2.0%となり、政党助成法における政党要件を引き続き満たし、2016年7月までは国会議員が1人以上所属していれば、政党要件を満たすことになった。だが議員数は、 参議院で6人から2人へと激減し、活動に制約がかかることから7月16日に、立ち上がれ、日本と参議院で、統一会派、立ち上がれ、日本、新党改革を結成した。参議院会派としては5人となり、予算委員会での質疑に参加できるようになった。2011年8月の大に維次、改造内閣大臣に伴う、 主犯指名選挙では1回目はマス添に投票。決選投票においては自由民主党、公明党だけでなく、同会派の立ち上がれ日本も自由民主党総裁、谷垣定一を支持した中、白票を投じた。2012年1月18日、立ち上がれ、日本との統一会派を解消する。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙で、 比例東北ブロック及び比例東京ブロックに比例代表公認候補を擁立した。また、他の政党の公認候補11名を推薦した。選挙の結果2名とも落選し、衆議院での議席獲得はならなかった。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙に改選を迎える舛添代表は、不出馬を表明し、他にも、 当公認候補を擁立しなかった。したがって、新党改革所属議員は、荒井幹事長一人となる。党幹部だった、矢野哲郎は、新党改革は、総会も、役員会も一度も開かれていなかったと述べている。2013年7月22日、役員会において、舛添代表の辞任と荒井新代表の就任が、決まり。 7月23日に代表移動の届け出をした。7月24日、無所属の参議院議員、平野達夫と浜田和幸の2名が、会派入し、会派名を、新党改革、無所属の会に変更する。2014年1月に、舛添洋一が2014年東京都知事選挙への立候補において、無所属で立候補をすることを目的に入り移動した。 11月25日、第47回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロックでの候補者の擁立を発表し、小選挙区では一部の自民党候補を推薦することを決定したが、議席獲得には至らなかった。同月、新党改革ブックレットホワイトブックボリューム1、居住コンセプト原発事故被害者の健康と安全の、 ための新たな居住制度確立に向けた提案を発行する。2015年1月26日、無所属の衆議院議員、野間健が、新党改革、無所属の会に、会配理し衆参3人の会派となる。2015年7月の参議院選挙制度改革では、荒井代表によって4つの選挙区を2つに合区して、参議院合同選挙区を創設する。 中増重原案が立案され、可決、成立した。8月、平和安全法制の修正案を日本を元気にする、会、次世代の党と共同提出した。最終的に不対決議に取り込まれる形で与党に、受け入れられ、これら野党3党と、自民、公明を合わせた5党の賛成により、同法案は9月19日、可決した。12月18日、野間が、 新党改革、無所属の会を大会し、民主党、維新の党を中心に結成された、院内会派、民主、維新、無所属クラブに参加した。2016年5月10日、同年夏に行われる、第24回参議院議員通常選挙における、公認候補として、元女優のマシド・イクエを、東京選挙区に出馬させることを発表した。また、 比例全国区には代表の荒井をはじめとする区人が立候補。7月10日投開票の結果、東京選挙区の高木さやが落選。比例区では表現の自由を掲げた山田太郎が民進党、大阪維新の会、日本共産党、社民党、生活の党と山本太郎と仲間たちの当選1位の獲得票を 上回る、約29万票を獲得し前線するも、当然体としての議席獲得には及ばず、代表かつ唯一の現職所属議員である新井も落選したことで全議席を失った。また比例区での得票率も2.0%を下回ったことで、新党改革は、新井の人気満了を待たず同時つつけで、政党要件を喪失した。この結果を受け、 7月11日、新井は自身の政界引退と回答を表明した。統一会派、新党改革、無所属の会を組む平野は、7月12日に自民党に入党届を提出し、7月23日に入党を了承された。7月25日、新井代表は人気満了をもって政界を引退し、統一会派、 新党改革、無所属の会も解散した。回答後の2017年9月27日、荒井元代表は、選挙や政策に関してすべて自民党と同じ形で、投票行動がなされていたとして、自民党への復党が承認された。以下は、旧改革クラブ時代の政策である。参議院議員、荒井博之の人気満了をもって国会における、議席を喪失した。 ありがとうございます。